はい、皆さんこんにちは。誰が見ても韓国人、サンボです。僕がね、日本にコンビニいた時びっくりしたことがあります。いつ行っても日本のコンビニは人が多すぎ。韓国のコンビニは人が少ないです。僕が日本のコンビニいた時はね、人がマジ一番多くて待っていたことが多かったです。そんな時僕はいつもこんな考えをしました。日本の人はコンビニよく行くんですよね。特に退勤時間に駅前のコンビニにいたら人マジヤバすぎ。そんな姿を見てマジ面白くてびっくりしました。しかしね、コンビニが好きな僕にとっては幸せな姿だったです。韓国はね、駅前のコンビニに退勤時間にいても人が少ないです。人があんまりいないか。それほど日本ではコンビニによく行くから、コンビニの食べ物が美味しくてマジ美味しいです。あ、羨ましい。いろいろ美味しいものがたくさんあるのかなと思いました。コンビニでお弁当とかおにぎりを買う人がマジ多いです。びっくりしました。韓国ではあんま少ないです。多分日本も同じだと思うけどさ、なんかコンビニのお弁当とかおにぎりは体に悪いイメージです。日本もですよね。これは違います。韓国のお弁当とかおにぎりはマジ。僕はね、韓国でもコンビニによく行くけどさ、おにぎりやお弁当は食べません。マジ。あとね、お弁当とかおにぎりの種類が少ないです。日本はね、お弁当とかおにぎりの種類が多いでしょ。あ、マジ羨ましい。僕はね、日本でおにぎりとかお弁当を買う人を見たら理解できます。マジ美味しくて種類が多いでしょ。羨ましい。マジ僕も日本で1年ぐらい生活した時ね、毎日セブンイレブンに行ってお弁当を食べました。マジ美味しかったです。お客さん、チンする？ちょっと。はい、お客様、温めますか？僕、日本で生活した時はね、日本語ができなかったので、温めますか？店員さんがこのような話をしたら僕は、はい。こんな姿だったです。その時僕は日本語ができなかった時だったので、どこにいても、はい、はい、と言えばいいと思いました。だから、はい、無条件。はい。急に他人さんが僕の大切なお弁当を電子レンジに入れて温めてくれました。これマジびっくりしました。マジびっくり。最初は正直恥ずかしかったです。日本のコンビニって人多いでしょ。僕はお弁当を待っている間に他の計算する人の周りで待ってるから、なんか恥ずかしかったです。あ、いつできるかな、まだか。今は日本のコンビニでお弁当を買ったら大丈夫です。というけどさ、僕はコンビニの専門家なので、お弁当の美味しい温度を知っているから僕が温める。皆さん、待ってくださいね。待って待って待って。僕、日本での生活の中で期待していることがあるけどさ、コンビニの食べ物を食べること。わお、考えても嬉しいですよね。皆さん、少々お待ちしてください。僕、もうすぐ行くから。コンビニの専門家、もうすぐ日本に行きますよ。行きまーす。今日夜はコンビニのお弁当いかがでしょうか？僕が日本に行く前までたくさん食べてください。僕が日本にいたらね、日本のコンビニのお弁当、おにぎり、全部僕が食べるから。じゃあね、行きまーす。